皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2023年11月29日、19時31分、まあちょっとこの鼻のあたりとか見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっと暗くて申し訳ないんですけど、ちょっと黒いと思うんですね。で、今してる仕事はスタッドレスのタイヤを西宮の、流通センターで、トラックに積み込んだり、トラックから、積み下ろしたりだとか、倉庫の中でタイヤの出し入れだとか、ホイール付きの、スタッドレスタイヤなので、ランドクルーザーなんかはものすごく大きくて、かなり重たい、なかなかの力仕事なんですが、そういうことを行っているので、服とかドロドロになるんですけども、絶対こう、制服とか、自分の私服の、ズボン、そういったところに、どうしても、ね、やっぱりこう足使いながらこう上に積み上げたりだとか、そういうふうなことになってくるんで、大体8段に積んだりだとかですね。だから大きなタイヤを8段で積むと高さ大体2メートルぐらいですね。なかなか、一番上の段に乗せるのは大変です。で、こういうふうな状況下で、昨日、報道ステーションの人たちが、その、皇族側だと出せませんって言ってたんですけども、今、ちゃんと皇族側って言っておきますね。もうこれでいいですか。昔もその話ね、一周したことあるんですよ、僕が20歳ぐらいの頃。この国は天皇陛下を中心にまとまってる国家元首ですよって。ルール、法律側の方がいいじゃないですかって。で、一応自分では言っときますよ、皇族側って。けど、もうみんなルール、法律側でいいじゃないですか。で、もうこれもうみんな本音トークでね、言ってもらっていいと思うんですけども、余計だと思われる法律も全部なくしていきましょう。それしなかったらこの社会無理、本当に。覚えられない、こんなにたくさん。人口統計とか全部間違ってたんだから。で、今政府の方で、もう安倍政権の頃から動いてもらって、世界中から死亡届とか、実際いろんな調査が、行って、やっと人口が減っていってるところ。その死亡届は多分到着してるんだと思います。移民政策とか事実ってあったじゃないですか。ブラジルに移民したりだとか、朝鮮半島、台湾、フィリピン、インドネシア、例えばブラジルは天国だとか、そういうふうな話を聞いたけども、行ってみたら実際、畑仕事しかなかったと。これが世の中の現実で、昨日かな、その、垂水区の地図を、神戸市の垂水区、数年前はね、つい最近ですよ、人口が22万人以上だとか、そういうふうに表記されてたんですよ。で、神戸市北区はその当時、25万人ぐらいですかね、27万人かな、絶対そんなにいないっていうことは分かってたんですけども、その県、一時期それをすごく僕も、詳しく対応するべきだっていうことで、テレビでも一斉放送とかしてもらったんですよ。それ皆さん覚えてらっしゃいます？今時の新人のアナウンサーの人知らないでしょ。経験したことがないから。で、もう正直ね、人口多分7000万人いるかどうかも疑わしい。だって、統計が、三田市が人口今3万人いるかどうかなのに、10万人以上みたいな表記をしてるんですよ。三田市のホームページがね。で、神戸市も147万人だとか、そういうふうな表記だったんですよ、ここ数年前。で、垂水区は22万人だったんですけども、去年のデータを見ると、やっと20万人。で、もう全然違いますから、家5万件絶対ないです。垂水区。ない、もう絶対ない。もう昨日、YouTube にアップロードした内容見てもらったらわかります。1時間ぐらい話してますけども、新幹線のチケットを買いました。12月28日、皇居に行きます。到着するのは昼過ぎぐらいですっていうことを言ってるんですね。で、もうそこしか頼る当てがないから、その河川水門開式玉発電にしても、結婚問題に関しても、それといった対応っていうのは、実際あったかっていうと、今までどこにもなかったんですよ。で、僕個人の、その内容でどうにかできそうかっていうと、なかなか難しい。で、人口に関してこれ統計がかなり狂ってるんで、7000万人本当にいるかどうかわかんない。で、6000万人台でもおかしくない、全然。もしかしたら5000万人台かもしれない。本当に。いや、もう垂水区、もうだ、三田市なんか3分の1ぐらいしか人口、ね、3倍ぐらいで人口大きく見積もってるし、で、笹山市も、僕がフルーツラパークで働いていっ
で、まあ、少し時間が経過してからなんですよ。それまで軍だったんです。軍と軍を、合わせて侵入したんですけども、それでも秀和株式会社の仕事で行ってみたことあるんですけども、住吉台っていう、まあ一軒家のその集合地帯っていうものはそこしかなくて、そこ巡回するのもね5時間ぐらいあったらまあ十分なところで、正直有野台とか東有野台とか藤原台よりも狭いんですよ。藤原台で集合住宅込みでまあ2000軒あるかなどうかなぐらいだったと思うんです。まあだいぶ藤原台南町の方とかも広がっていったから、その1995年の阪神淡路大震災の頃と比べると、あの辺り、あの藤原台南町は空気タウンと呼ばれていて、空いてるところがいっぱいあったんですよ、後から開拓していった方で。で、そんなに大きくなかったんですよ、藤原台は。まあ、有野台も東有野台もそんなに大きくないですよ。もう大体どこもそうです。そこの北新清和台も、秀和株式会社の仕事の時に巡回したことあるから分かってるんですよ。家の件数大体どれぐらいかって。大体、まあ、あそこだけで言ったら、まあ、5時間ぐらいあったらもう十分。もう5時間もいらない、全然。お客さんのいる家覚えたら。まあ、年末とかそれでも、まあ、3000リットルぐらい売れたりしてましたけども。あと、まあ、田尾寺駅の周辺のところ、まあ、藤原台北町もちょっと入ってるんですけども、大通りのところで、ね、分けてたんですけども、あと、三木市になるのかな、みなぎ台の方を回って、みなぎ台の方は朝回って、まあ、あの辺りの近辺とか回って、で、それから、昼過ぎぐらい、昼過ぎというか、まあ、夕方ぐらいかな、まあ、それぐらいから、北新清和台とか、まあ、それは丹念に昔の一缶790円の頃でしたから、そんな家の件数ない、1000件はないですね、どう考えても、北新清和台。だから、じゃあ、篠山市って人口どれぐらいなんだろうって考えたら、やっぱり駅も閑散としてますよ、本当に。で、横の、篠山市のその横の方に関して、列車なんか走ってないし、そこはもう、まあ、たまに通るバスっていうことになって、右端の方まで行こうと思ったら、北の方向に向かって地図を見て、まあ、東の方へ行こうと思ったら、バス多分乗り継がなきゃいけないんじゃないですかね。ちょっと河川の撮影に行きましたけども、ああいうようなところなんですよ、基本的に。もっと手前の三田市ですら、僕の、笹山口からね、その、JR の、いいのかな、そういった名称のところの駅の近くまで撮影してるんですけども、途中のね、河川の周りの状況を見てもらったら分かると思うんですけども、家がなかなかないでしょ。で、三田市自体が、その住宅密集地はつつじが丘と、ウッディタウンとフラワータウンと友ヶ丘、あと上井沢のところも多少何ともあったかなぐらいと、あとは三田駅の周辺。新三田駅の周辺も、まあ、集合住宅合わせたある程度はいるけども、まあ、集合住宅とか、まあ、分譲マンションだとか、まあ、一軒家がたくさん並んでるっていうところは、ウッディタウンとフラワータウンであって、辻ヶ丘はもう1700軒なかったですから、辻ヶ丘と近くの愛の台と大川瀬と四つ辻合わせたら、そのあたり一体、1700件到達するかなどうかなぐらいで、そこから空き家引きますからね、実際人が住んでるところ。ああ、もう3万人もいるかなどうかなって、高校一応僕3つしかないのにって言ってましたけども、今2つかもしれないです、本当に。これも神戸市北区でいつもにか学校が高校を閉鎖されてましたから、僕も知らなかったんですよ。これが世の中の現実だから、人口統計狂いすぎてたんですよ。じゃあ三田市なんか3分の1でしょ、日本中どこもそういう状況だったらどうします、これ。だから頼み区だってちょっと前は22万人って表記してましたけども、10万人いるかどうか分からない、これが本当のところで、神戸市北区も同じぐらい10万人ぐらいだと思いますね。本当に大雑把な数字出してきてますけど、だって家の件数が5万件ぐらいしかないですもん。そこから空き家引いて、僕みたいに独身
の人までいるから、実際本当は10万人もいなかったもおかしないわっていうのは、だいぶ前にその2005年から6年7年にかけて秀和株式会社で働いていた時に、その地図をよく見てる人間同士でね話した時にそういう会話になってたんですよ。でごく一部の警察官の人が実際見に来てったと思いますよ。その前輪の地図をねこうつなぎ合わせてますから、一件一件表札名入ってるんですよ、名前が。だからそれで、本当かどうかは簡単に分かるから、あかん、国がだいぶ間違えてるわっていう話になって、で、まあ驚いて帰っていく人は驚いて帰っていきますし、僕は小学生の頃からね、人口に関して学校の先生も本当の話を聞いて驚いてたんですよね。でその話があったら公務員になれるだとか、まあそういうふうなことをね小学生の頃聞きましたけども、だから公務員のなり方っていろいろあるから、筆記試験通ってその公務員、国家公務員試験で上級とか、ありますけども、だからペーパーテスト受かったらすぐにいきなり課長っていうのも僕はどうかと思いますよ。どう考えてもいろんな会社でいろんな経験積んでからじゃなかったらペーパーテスト受かったところで仕事できるかって言ったらできないですから、それはもう無理ですよ本当に。先に働いてきた人たち、何十年も働いてきた人たちの方が絶対実力とかよくいろんなこと知ってますから、それは無理ですよいきなり、まあ、ある程度の年齢じゃないとなりませんけども。まあ、話が本題からそれましたけども、まあ、報道機関の形、まあ、報道ステーションとか、まあ、昨日やたらと皇族側だと出れません出れませんって言ってたと思うんですけども、テレビのことだと思うんですよ。もう僕はもうとにかく今河川水門回式ダム発電とかを進めなきゃなんないで、節約のところ、じゃあ僕は出れないんだったらみんなで頑張ってほしいっていうことになるんですよ。テレビ出演してる人たち、ね、節約の話自分たちでしないとって、車持っちゃダメだとか、一時期そういう時期あったんですよ、報道機関の人たち、いろんな人たちが。な、そこまで話持っていくには、エネルギーの残存量問題とかしっかりと大っぴらに話できなきゃならないし、人口統計は狂ってましたけども、エネルギーの消費はずっと拡大していたと。で、人口統計はこれは世界中で狂っています。大幅に数が減になります。世界中で。日本の場合、だからさっき言いましたけども、最悪5000万人台もあり得るっていうことになるんですよ。だって神戸市北区なんか20何万人って言っておいて、実際10万人いるかどうかでしょ。垂水区も同じぐらい、10万人いるかどうか、まあ、垂水区のスペースでそれは無理だろうって、まだ数えてないだけで昨日コピーしに行きましたけど、ね、もう結構スカスカなところもういっぱいあったから、高速道路とか通ってましたし、で古墳もあるし、で地図が隣の区とかと隣接してるところなんか、その例えば90番とかね、家なんかほぼほぼないとか、もうそういう状況なんですよ、周りのね、ナンバーのところが。だから例えば浜川のところとか駅があって商業施設とかあってって、なかなか一軒家がないっていうのはね、集合住宅とかマンションある程度あるかもしれませんけども、まあ昨日の YouTube にアップロードした内容の通りね、前輪の地図こうやって出てくるんですよ。で空いてるでしょ。で、まあ、こちらも名前入ってないとこ空いてるんですよ、空き家なんですよ。でこれが老朽化してるのか新しくできたからそうなのかっていうと、これはもう現場見に行かなきゃ分かんない、本当に自分の目見なかったら。だからいきなり街づくりっていうのは、いきなりその新しい家とかある程度ないと成り立たないんですけども、だけど数が多すぎる、作りすぎたっていうことが、これがもう実態。これは神戸市兵庫区とか中央区なんかはもうものすごい数を作ってしまった、ビルとかだから架空の人口にみんなが踊らされていたというか、それ計算で動いてしまったがゆえにそうなってしまったっていうのがあります。これは世界中で起きてることなんですよ。それは第二次世界大戦とかその後のいろんな戦争、その前後の戦争とかいろいろあって、移民政策とか他国に逃げた人たちがいっぱいいたから、だから二重国籍になったりとかして、特に他国に逃げた人なんか分かんないから、国に届けて出る人がいなかったら、そこの誰それさんがどこの国に行ったかとか分からないですから、
それ追跡調査とかするの大変ですよ。だって公務員の人たち一体何いるんですかっていうことになるんですよ。日々の自分たちの仕事あるじゃないですか。だってこういう地図作るんだってね、これが公務員、まあ法務局とかが情報提供してるんだと思うんですけども、これ地形がちょっと変わっただけでね、 CAD とかで書き直さなきゃなんないで、表札とかもそう、人間が打ち込んでるのか、どちらにしてもコンピューターで法務局のデータを紹介してね、それで表札名が入るような形になっていたとしても、人間の目で確認しなきゃなんないから、間違ってないかどうか、そんなに簡単じゃないですよ本当に。今日のね、この辺がちょっと黒くなってるって、だからタイヤをね、上の棚からこう下ろしたりすると、もともと重たいんです、ホイール付きだから。だからまあ大体20キロぐらいで考えてもらったらいいんですけども、その時にねこうちょっと顔に当たったりするんですよやっぱり。でタイヤってこう触れたらね、すぐに黒くなるっていうのを分かるじゃないですか。だからまあこの辺とか、だから昨日もシャワー浴びた後に鏡見たらこの辺真っ黒でびっくりして、もうズボンとか一日でもうものすごいドロドロやったから、靴も。だからまあそういうところはまあすぐに洗濯とかして対応してるんですけども、だからね、世の中のその人口統計自体が大幅に間違えてるから、でその近隣にね住んでる人たちの中に、まあ学生さんとかお子さんだとか、老人の方がいらっしゃるのであって、なかなかそんなに飲食業なんかお客さん来てくれませんよっていうのが、これは昔からそうなんですよ。飲食業ほどきついものはないっていうことを昔から僕は言ってるんですよ。でもう僕は20歳ぐらいの頃からね、いろんなところで働いた経験で、もう学生の頃からいろんな飲食店で働いてましたから、焼肉屋さんとかで。すぐ倒産しましたよ当時から。焼肉屋さんは阪神淡路大震災なんですけども、その前にファミリーレストランとかは、阪神淡路大震災関係だったか、阪神淡路大震災になる前に倒産してたと思いますよ。無理だから、あっちもこっちも飲食店なんか作ったらお客さんの数がね限られてるんだから、だから作りすぎたんですよいろんな商業施設を。だから IR 法、 IR というもの自体がいらないようにさらにカジノまでくっつけてきたと。本当に世界を滅ぼすつもりですかっていう話になってくるんですよ。エネルギーの残存の問題からいくとね。で、報道機関の人たちに、まあ、強く要望したいのと、その僕はね、この国、天皇家の人たちが国家元首、まあ、天皇陛下が国家元首であって、天皇陛下の法律でね、法律で天皇陛下が総理を任命して、最高裁判所の長を任命するんだから、ね、国の仕組み自体がみんな学校で習ってるんだから、だからそれはあんまり何々側っていうのも、一応僕はなんかもうテレビ局が変なルール作ってるのかなとか思うから、何でしたっけ、天皇家側、天皇陛下側、なんて言ったらいいんですかね、僕もよくわからない。昨日の晩はあんまり寝れなかったから、一応睡眠薬はなしだったんですけども、あんまり寝てない、ほとんど何回も起こされてるから、もうずっとコンピューターごちゃ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 電波言われてるから、無理無理、今日もめちゃくちゃきつかった。もともと重労働なのに、で、ずっとその20キロぐらいあるタイヤをずっと積んでんこの、もうさ、もう途中から腕上がらないから、もうこれ痛すぎて、無理や。腰とかもめちゃくちゃ痛くて、本当に。まだ体ができてくる前だから、力仕事用の体。そういう体つきになってないから、今。例えばプロ野球選手みたいな体してるかって言ったらそうじゃないから、全然違うから、今もうちょっとした運動部の学生さんから見たらね、もう体力ないやんって言われてしまいそうな体力だから、ただ睡眠ちゃんと得たらもうちょっと状況変わってくると思いますけども、だから一応42歳の頃にね、1日腹筋を出て背筋150回ずつと懸垂30回と、全力の素振り500本と、走り込み、まあ大体3キロから4キロ、1日でしてたんです。なんかその時は体の時ちょっと違かったんですけども、まあ、そこまでしたらね、さすがにっていうところあるんですけど、基本的に力仕事の方が、それぐらいのね、筋トレ量、トレーニング量に、値します。しっかりとしたその力仕事っていうのは、まあまあ自分でその
まあ、冬の期間だけですけどね、そのスタッドレスの交換仕様と。だから、あんまりもう背伸びしてるようなこと言うてたってて、しょうがないし、いろんな大臣の方たちとか、いっぱい起訴されてる人は起訴されてるでしょう。で、国会でもいろいろ追及されて、以前にも流れたニュースのような気はするんですけども、そのビルのオーナーになって、払えなかっただとか、ビルの中でその会計事務所とかを開いて賃貸料だとか苦しくてっていうところとか、もう世の中の現実ってもう絶対そうだから、いや、こんだけね、それはバブルの頃とかいろいろありましたよ。けどバブルは崩壊しましたしね、それが1990年でしょ。で、1995年に阪神淡路大震災があって、で、新潟でも大きな地震が2回あって、北海道でも大きな地震があって、リーマンショックがあって、で、またバブル崩壊みたいなことがリーマンショックで起きたでしょ。で、オバマ大統領がボルカールールを作って、スティーガル法、第二のスティーガル法、銀行、日本の銀行法みたいなものを作って、まあ、状況ね、土地が高騰していったりしてたのが、だから実際おかしいんですよ、日本も。土地の価格が上がるわけ絶対ないんですよ。人口減っていってるから。それも架空の人口で数字持たせてきてただけだから、一気に今から土地だよ。の価格が一気にって言ってもそんなに大幅には変わらないでしょうけども、その極端なね、20% ぐらい下落するとか、そこまでいきなりそんなことが1年で起きるわけはありません。だけども、結構な、パーセンテージで、土地の価格が下がっていってもおかしくない。本当の人口が上がったからっていうことで。あ、これは無理だと。それは世界中同じだから、第二次世界大戦とかあったから、移民政策をしてた国もあるでしょうし、自然とね、経済の発展によって他国へ移住した方たちもいっぱいいらっしゃいます。だそれ、賢い人たちだったらエネルギーの残存量問題とか資源の残存量まで分かってる人は、オーストラリアが一番逃げ延びやすいって、日本のね、池上彰のニュースそうだったかでも、池上彰さんがたまに言ってたじゃないですか。それは僕も言いましたし、それ僕は20歳ぐらいの頃から少なくとも、そういうことを言ってらっしゃる方たちはいました。ごく一部ですが、たまにテレビで放送されるだけですけども。だから、まあ僕は20歳ぐらいとか、それを子供の頃とか言ったら、まあスイスだとか、ああいうふうな国が何か過剰にもてはやされて放送されていたのであって、実際何か生産してるかって言ったらっていう部分ありますから、まあその国として見たらその目が行き届きやすいから物事を把握しやすいっていうメリットはあるでしょうけども、シンガポールと同じで、例えばね、もう日本もそうなんですけども、牛さん豚さん小麦粉とかね、あと魚関係とか、まあ、小麦粉だけでこの間577万トン1年間で輸入してたでしょ。で、魚介類だけでもかなり輸入してるでしょ。トウモロコシなんかもうだいぶ前からね、1500万トンだとか、輸入していて、まあそれでその、競馬界で食べさせてるんじゃないですか。で、まあ牛さん豚さん輸入させていただいてと。だから止まったら日本なんか立ち行かなくなる国ですから、だから報道関係の人たちが言ってることがたまによくわからないのと、あとその皇族側だったら出せませんって大声で、もう小木さんとか、安藤桃とかが言ってたんですけども、奥さんも言ってましたっけ。奥さんは割とやんわり言った方かと思いますけども、たまにね、それ以前も言ってたでしょ。だから何回も同じ映像を見ていて、何回もテレビのニュースが以前と同じニュースを使ってるっていうことを分かってるから、こちらも。だから、その映像を、以前そう言った内容をそのまま再生して放送してるんじゃないかとか、これなんか、僕はね、そこで、なんか、こう言うかどうかのため用のその VTR か何かを再生してるのかなとか、そう、最悪僕しか見てなかったらどうしようとか、それ本気で家で悩むんですよ。だ健全な社会を作らなきゃならないのであって、何か偏った何かね、突拍子もないことを言うのちょっとやめましょうよ。してること相当変です。言ってることも。なんかもう現実から乖離しすぎてる。で、まあだから、僕は弁護士さんなしで裁判勝ったのは30歳ぐらいの頃でしたから、
弁護士さんありでも勝ちましたし、そのだからある程度法律を意識していて、でだから東京タワーがあれば良かったのに、受信機と発信機を変えたら交換したらいいだけなのに、新しく高いタワーを建てたでしょう。で全然意味のないことずっとしてたから、だから有名人で頭のいい人がほぼいなかったっていうことになるんですよ。会社の役員の方含めてなんですけども、だから余計な仕事いっぱい増やしてるから、いやダメダメだ本当に、資源の残存量問題があるから、この辺はもうしっかりと指摘させていただかなければならない。で皆さんそれを受け入れてもらわなかったら、あなたたちのお子さんがガスとか石油が止まって飢え死にする可能性が非常に濃厚になってるのが今の現実ですもの。10年後ぐらいに止まっても全然おかしくないですから。全く若くにもね、まあ、一応報道関係は目を通しておきますけども、まあ、たまに大事なニュースとかが流れますから、まあ、給付金の話だったりとかも、それも一応そうですし、政治経済とかでも、だから人口こんなにいなかったのに、なぜこんなに支出が拡大するんですかっていう話になるんですよ。変でしょ？ね？万博とかどうせ。だから万博ほどわんぱくなものはないっていうことになってるんですけど、昔から。だから変なんですよ。だからまあ第二次世界大戦で、まあ日本は強烈な負け方しましたから、かなりね、その頃と比べたら人口が減ってるっていう可能性はあると思うんですけども、その他国へね、移民政策とかプラスで食べるものが当時なかったでしょうから、だからそういう部分はあるんでしょうけども、で二重国籍になってね、日本人としての国籍を残ってる、海外でその後お亡くなりになった今でいう、まあ、90歳以上とか100歳以上の方たちで、死亡届は回ってきてなかったけども、最近回ってき始めて、やっとタルミックだけで2万人も人口減ってますから、ちょっと前は本当に22万人以上で表記されてたんですよ。だから2万人、一つの空、神戸市の空として見て、2万、まあ、パソコンのね処理、まあ、その打ち込み、本当に死亡したっていうところが、海外から情報が回ってきて、もともと本流は日本国籍の人でしたっていうことが分かってる。だからこれは調査能力がいるから、一つの区だけで2万人も対応したって考えたら、これはすごいことになる。ただ、まあ、ある程度子供が生まれてくる数が減ってきてるから、まあ、そういう部分でも人口は減少していくんですけども、まあ、けど死亡届、一つの区として見たら1万件ぐらい届いてきたんじゃないですか。それ日本全国で考えたら、かなりの数が届いてるっていうことになって、去年は人口40万人以上減になってるんですよ。正直これ、発展してる各都道府県が一番人口減る可能性高いんですよ。海外行きやすいでしょ、大企業あるところとか、商工原理だけでも。海外の移住。だって、テレビ局の人たちがずっと海外移住、海外移住って言ってた有名人の人たちがいっぱいいましたもん。まあ、実際に YOSHIKI さんとか XJAPAN の YOSHIKI さんは海外に移住してたらしいじゃないですか。だから、テレビ局も嘘とか放送するから、何かね、こう有名になって一般人の人とかに家がバレて追い回されたりするから海外に住んでることにしてるのか、だからその辺も僕はよくわからない。いつも人によると思います。人に、本当に。だから、なんかこういう言い方しかできない。だから世界中人口統計が大きく狂ってるのに、石油の消費量はずっと上がっていってた。だから車買う人が増えてしまったんですよ。日本人もそう、もう阪神淡路大震災があった神戸市兵庫区でも、もともと一軒家に駐車場なんかほとんどなかったんですよ。まずありません、ほとんどの家が。9割以上。なかった、なかった、本当になかった。ごく一部のところに駐車場とかがあって、そこに車を止めてた人たちがいた。港川の近辺のとこ、あの辺りも駐車場なんかもともとなかったですから、一軒家とか、長屋とかあっただけですから。駐車場ないです、ないです、もともとないです。で、まずなかった。まあ、兵庫なんかすごく交通の便いいですからね。電車、バス、徒歩。だから発展途上国まで車を買う人たちがたくさん増えたと。
もうどうしようもなくなってきてると思う。だから世界中で人口は大きく今後減っていくか横ばいになるぐらいになるとは思うんですけども、だからこれね、二重国籍の人たちが増えてるんじゃないかなと思うんですよ。だから出生率の出し方で 6% 超えとかの国ってなんか変だなって思うんですよ。そこまで急に増えますって。 2% で人口横ばいぐらいだったんですよ。それ二重国籍とかになった人たちを受け入れた時に出生率の変動までさせてしまったんじゃないですか。実際生まれてきた子供の数で元々の数字と、まあ照合してパーセンテージ出せばよかったんですよ。だから分かんない、もうそこの国行ってみないとどんな仕事の仕方してるか分からないから。なんかずっと変っていう違和感はありましたけども、まあ、たるみこの、まあ、地図をコピーも昔もしたような気がするんですけども、ちょうど吸った枚数と金額は1470円ですよ。それ僕は20歳ぐらいの頃にフルーツラパークで勤務してる時に一回同じようなことしたような気がします。で大阪ヒルトンで勤務する時に1470円で雇ってもらったとか時間給ね、まあ、フルーツパークはいろいろ実績があって、1140円からスタートして1300円で勤務してたんですよ。時間給正しい、ボーナスとか何もなし、住居手当も雇用手当もで長時間労働の手当までなかったから、そこまでしたら違法行為、完全にもうテレビとかのブラック企業とかの海外から来てる人たちをね、安い賃金でその働かせてるような形で逮捕されてる経営者と同じようなことしてるから、そこまで行くと。だからそれがね、昭和63年に人材派遣業法が出来上がって後のその社会全般のその人材派遣業法の人材派遣会社の人たちへのね、でひどい対応の仕方が日本中各地で行われていたと。これが事実なんですよ。だからそこから徐々に物事が変わっていったんだと思いますけども、まあ、だから、まあまあ、今回の件は、その、昨日の報道ステーションの件でね、その、高速が、テレビに出せません、出せませんって、もう、じゃあ、もう、多分言ってる本人だし、もう。だから、それを言って、何がどうなるのって、今まで僕の立場見てもらったら分かると思いますけど、高速側だっていうことは何回も言ってきたでしょ。この国が天皇陛下は国家元首であって、総理は天皇陛下任命されるのであって、最高裁判所の長は、ね、天皇陛下が任命するでしょ。法務大臣が任命するんじゃないんですから。各大臣は総理が任命しますよ。そこから先の裁判官を、法務大臣が最高裁判所の長を任命するんじゃないんですよ。天皇陛下が任命するんですよ。それで三権分立が成り立つんですよ。で、前から言ってるのに今更ね、結婚希望愛で佳子さまって書いてるのにこんなこと、こんな、でだから何原因で僕電波で責められてるんですよ。もうペナントレースもベジタル神戸の試合ははっきりで終わりました。今日もしませんよ。今日は木曜日、水曜日か、可能性はあるな。最終日、いつだったか、12月2日だったような気がする。だけども、もう分かんない。もう優勝決まったから、はっきり言って、もう最後の試合どうでもいい、本当に。他府県で試合してるし、そのもどうせ神戸ウィングスタジアムなんか行ったって、どうせ誰も会ってくれないんだから、多分、そこでなんか僕は対応したよ。会ってくれてた？で、何か、その河川水門開式玉発電とか、進みそうな気してました。お金ちゃんと渡したりだとか。何かありました？記念写真撮影して終わったとか、そんな話、無理やで、本当に。そんなどうでもいいようなこと考えてたら、滅ぶよ、本当に。今、本当に全員が全力で取り組まなかったら、もう後から後悔するところの詐欺じゃないから。まあ、とにかくもうこれ以上話しても長くなりますから、とにかく今僕、もうスポーツのありとあらゆる勝ち負けが降りてます。今日も仕事中で頭なんか取られたし大変だった。多分ゴルフ。思い出すから。先に体温とか取られてる。無理。エアコンなんかついてない倉庫ってもうね、天井が大体10メートルか、10メートルぐらいかな、もうちょっと高いかな。
だから、まあ、命綱とかなしでね、まあ、そこの直接雇用の従業員の人たちがこうひょいひょいひょいって高いところまで登っていって、そのラックからねこうタイヤを下ろしたりとかするんですけども、エアコンなんか当然それは休憩室はありますけども、そうじゃないところはないから、そんな外で働いてるのやつ一応汗かいたりしますよ。ちょっと前、今日かな昨日かなそれぐらいから気温下がりましたけども、だけどもこれは冬の気温で見るとまだ気温は高い方なんですよ、最高気温。だからまだ冬、真冬の気温じゃないんですよ、本当は、本当はね。だからまあもう12月になりそうだし、まあ大体本当はこういう気温。で、最高気温が13度ぐらい。で、まあそこで体温とか取られたら、こっちかなわんから、本当に。じゃあ報道関係がそれなんとかできません、本当に。それなんでこんな仕組みになってるんです、本当に。分かる人います、今現在理由とか説明できる人。これ誰も理由説明できなくなってたら、コンピューターが人間のことをコントロールする社会になってしまうから、それ無理です本当に。だ人間がだからコンピューターの中で設定が何かあるんでしょ、それで電波でつないで体温とか取ったりしてるんですから、神がかり的な力プラスでね、頭の中とかで、その電波の作動の仕方とかそういうようなことをしっかりと説明できる人いますかっていうことなんですよ。いないっていうことは、コンピューターが身勝手に人間と人間同士をつなげてるっていうことになるでしょ。コントロールなんか効いてないっていうことになるじゃないですかね。いや、もう手に負えないよ、本当に。だからもう僕はとにかくスポーツの勝ち負けから降りてます。以上です。YouTube の方が、しっかりとね、証言として、有効であると。日付までね、こうやって出したんですから。まあ、そういうふうな形で、皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。